はい、まいどありがとうございます。渡辺商店でございます。いらっしゃいませ。今日は、前回のナイジェル・ケーボンの、ロングスモックに引き続き、こちらです。ナイジェル・ケーボンのベーシックチノ、まあ、チノパンですね。定番と言われるチノパンをご紹介したいと思います。まずこれ、一見普通のチノパンに見えますけども、まあ、何が、まあ、普通のチノパンです、まあ、何が違うかというと、まあ、普通のチノパンよりも高密度よりも、密な超高密度に織られたチノパンなんです、まあ、かなりワイドシルエットになったチノパンです。まあ、デザイン一見、まあ、本当普通のパッと見はなんかこう普通のチノパンだなっていう感じなんですけども、まあヴィンテージでいう、まあ、アメリカ軍のチノパンだと、まあ、41チノとか、まあ、41カーキって言ったりとか、まあ、43カーキ45カーキって、まあ、大体3種類ぐらいが有名なところなんですけども、まあ、これは結構どっちかというと、まあ、45チノに近いような、まあ、デザインだったりお作りだったりしてます、まあ、僕もいろんなチノパン今まで入ってきましたけども、まあ、やっぱり最終的に行き着いたのがこのナイジェル・ケーボンの、まあ、チノパンでした。じゃあこのチノパンの、まあ、何がじゃあいいのかっていうと、超高密度に織り上げた、まあ、チノクロス、まあ、ベンタよりも高密度に織られた生地なんですけども、これに関しては、まあ、その上を行く超高密度、さらに言うと使っている糸は超長綿っていう、まあ、一本の繊維がすごい長い綿の糸を使ってて、まあ、通常綿の糸ってこう細かくこう何ですかね、つなぎ合わせてこう一本の糸ができてるんで、要はその継ぎ目が毛羽立ちになるんですよね。ただ一本の繊維が長いとその継ぎ目が少ないんで、その分毛羽立ちがまあ少ないっていうことになります。でまあ最初は結構やっぱ長長綿ってこうシルクみたいな元々の光沢感があるんですけども、まあ、ガシガシ入って、まあ、洗っていくと、まあ、ちょっとこういうのか、まあ、分かりづらいと思うんですけども、マットな感じになってきて、まあ、すごい本当ヴィンテージみたいな雰囲気にもなってくるんで、まあ、これはあの結構やっぱりチノパンってこう綺麗に履きたいとかそういう方も多いんですけども、まあ、ぜひ履いたら洗って履いたら洗ってを繰り返していただきたいです。で、まあ、生地もやっぱりすごい丈夫なんで、まあ、本当何回洗っても生地へたらないですし、なんならちょっとこう当たりとかこう出てくるぐらいがもうやっぱりかっこいいかななんて思います。でこれをちょっと見てもらいたいのが、わかりますかね、ここにこう白いこうプツ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 ってこう出ちゃってるんですよね。これっていうのが、まあ、いわゆるあの、まあ、超高密度を表してると言っても過言ではない現象で、生地が密すぎてミシンの針を落として抜いた時にどうしてもこうふさっとこう出てしまう部分なんですね。でさらに言うと、まあ、密すぎて、まあ、縫ってる時も生地とミシンの針の摩擦でちょっとこう煙が出てくるくらい、まあ、高密度な生地なんですね。だから、まあ、こういうのってちょっとこう見栄え気にしたりする人いるかもしれないですけども、まあ、これを良しと取るか、まあ、ダメと取るかはまあ自分次第だと思いますが、まあ、僕はやっぱりこういうの結構好きなんで、まあ、他にはないディテールというか、まあ、しょうがないディテールなんですけども、ただこれがやっぱり生地の、まあ、丈夫さとかっていうのを表している証拠なんで、これはもう良しとしてもらいたいです。一回履いてみます。じゃあ一回履いてみました。まあ、こんな感じですね。まあ、結構股上はこう深めになってるんで、これって
これで30インチのサイズ入ってます。で、まあ、32でもいいんですけども、結構股上深い分、ここのもたつきが結構こうもたっとなりやすいんで、で今回はまあこうジャストサイズの30インチです。まあウエストもこういう感じで、まあ腰骨はだいたいここぐらいなんで、まあ、腰ぼきしちゃうとそれに伴ってこうお尻のもたつきがすごい出やすいんで、まあ、普段よりもちょっとこうやや上目で履くのがいいかなっていう感じです。で、まあ、全体的にやっぱり太いんで、まあ、裾はちょっと分かりづらいですけど、ただまああんまりサイズ上げすぎちゃうと、まあ、かなりこう太いダボーっとしたイメージになっちゃうかなっていう感じです。まああと、この腰ウエストちょっと最近太っちゃったんで、気づいたらこれがお腹のお肉に押されてペロンってなっちゃいます。でこちらのチノパンのお値段が、税込みで29,000円。色は、この僕が履いてるのが、まあ、グリーン、あとは、まあ、チノパンの定番のベージュ、ネイビーの、3色です。今回のこのチノパンって、まあ、本当定番中の定番だと思うんですけども、まあ、男のこのワードローブの中にはまあ、必須アイテムだと思いますので、まあ、ぜひあのナイジェル・ケイボンのチノパンをチェックしていただきたいと思います。であとはまあナイジェル・ケイボンばっかり紹介しててもしょうがないんで、まあ、次はまあ、別のブランドの、まあ、僕のすごい気に入っているものを、ご紹介したいと思いますので、まあ、次回こうご期待。この動画を見て、よかったと思う人は、高評価とチャンネル登録お願いします。あとはまあ、何かあればコメントもどしどし、受け付けますんでよろしくお願いします。あとは、まあ、渡辺商店の口コミの方もぜひよろしくお願いします。あと検索の際に渡辺商店で検索すると本気の商店街の渡辺商店さんがこうバーって出てきちゃうんで、まあ、今のところナイジェル・ケイボンって検索していただくか、まあ、僕のインスタグラムのプロフィール欄から、YouTube に行けますんで、まあ、ぜひそちらを活用していただければと思います。いやマジでやばいです。この線が、まあ、デブ線みたいな感じですよね。まあ、こうならないように皆さん気をつけてください。それでは最後に、全体のスタイリングで、おしまいにします。チュース。